日向坂46金村美久、斉藤京子との密着ツーショットにファン悶絶、最高すぎて叫びそう、距離感バグ。3月9日、同日にユニバーサルスタジオジャパンにて開催された、ユニハル。ライブ2024に出演した日向坂46、金村美久がインスタグラムを更新した。金村は、自身のインスタグラムアカウントにて、最高に楽しい時間をありがとうございました。思い出がたくさんできました。シャープユニハル、シャープ USJ、シャープユニバ、シャープ日向坂46、といったコメントやハッシュタグとともに、斉藤京子と密着して撮影した笑顔ショットや、イエローのチェック柄ワンピース衣装を着こなし、ピースをした写真なども掲載していた。この投稿にファンからは、このツーショット最高すぎて叫びそう、距離感バグ、カチューシャも衣装も似合いすぎている、満面笑顔のミクちゃん、などの反響が寄せられていた。シックスシングル、てか、でセンターを務めるなど、日向坂46の人気メンバーとして活躍している金村。なお、日向坂46は、4月6日から7日には、デビュー5周年記念ライブ、5回目の日向祭を横浜スタジアムにて開催することが決まっている。